これ毎回敗北感あるんですよ、このコーナー。いや、マジで。いや、敗北じゃないですね。敗北感ありません、これ。この女性のそのね、まあ、緊迫感があったり、このキーが高い、響き渡る感じと、うんうん、ちょっとロマンティックな感じが、すごい好きで。アベカファッションチャンネル、どうも、こういちです。私が、なるほどおじさんです。よろしくお願いしまーす。お願いします。さて、大好評企画のサントラ。はい。解説&意訳でございまーす。はい。今回はですね、今までは、最も危ないデカまでの曲ばかりを取り上げて、なるほど。解説意訳をしてきたんですけど、今日は、ね、ちょっと一風変えてというか、ほう。意外なところをね、ついてきたと思わせたくなりまして、僕が。なので、今日の曲はですね、危ないデカリターンズの、リターンズ。ランフォーカバーという曲を、ランフォーカバー取り上げます。はい、マニアックですね。まあ、リターンズね、実は、楽曲はね、すっごいいいのが多いんですよ。個人的にそう、まあ、最もまでの人気って危ないデカがすごすぎたんで、リターンズとね、最もの間で、その近藤課長がね、こう亡くなられてしまったので、リターンズ以降、アブデカからこう離れた人ももしかするといるかもしれないんですが、リターンズはねサントラめちゃくちゃいいんですよ。へえ、そうなんですね。はい、でその中でまあ好きな曲が何曲かあるんですけど、はい、今日はそのランフォーカバーを、ランフォーカバー、はい、取り上げていこうと思います。はい、でこの曲はまあリターンズの中で伊原さん、伊原下の名前が伊原剛さんかな。ああ、あの、はい、俳優さんで。俳優さん。はいはい、伊原剛さんが、まあ、大ボス役なわけですね。ああ、はいはいはい。で、伊原さんが、まあ、銀行の頭取を脅して、身代金を回収して、で、爆破しようというかね、計画をしてるところで、はい、高戸裕二が駆けつけてかかる曲なんですね。なるほど。で、これはね、裕二のアクションが、まあ、冴え渡るシーンでかかる曲。うんうんうん、で、リターンズはね、二人とも、まあ、ブラックスーツを着てるんですよ。うんうんうん、裕二のね、ブラックスーツがね、めちゃくちゃ光沢がすごくて、うんうんうん、多分アブデカ史上一番光沢感のあるブラックを、裕二が着てるんですけど、なるほど、リターンズでは、うん。で、そこのシーンでかかって、逃亡するね、車を裕二が追うっていうのと、うん、リターンズはね、関口宏さんの息子さん、はい、関口智弘さんが、はい、トライ刑事という役で出てるんですけど、はい、そのトライが誘拐されてしまうというシーンでかかる曲ですね。なるほど。でしかも最後はトライ刑事が、うんうんうん、捕まっちゃうんで、うんうんうん、裕二が近藤課長だったらこう言うだろうなって言って、うん、おーバカ者っていう、それがその近藤課長の声で入るんですよ。ああそうなんですか。そう、だから裕二に当てれこされる感じで声の出演があるんですね。声の出演があって、近藤課長の、もう本当にもう近藤課長をね、もうずっといてくれたらなっていう思いが、そこでもまた蘇るんですけど、なるほど、そんなようなちょっとエモーショナルなシーンでかかる曲で、はい、その曲のやっぱ声もね、これもまたね、女性らしいハイトーンボイスで、うん、なんて言うんでしょうね、そのエモーショナルで、はい、クリアで、うん、まあ疾走感とか高揚感もあるんですけど、うん、やっぱこのね、高いキーが今までとはまたちょっとね、違うんですか。そう、ほんとね、突き抜けるようなハイトーンというかキーが高い感じがする曲です。へー、聞き応えがありますから。なるほど。早速ね、そちらの意訳いきたいと思います。はい、はい、うん、はい、デッド・オブ・ナイトというのが、デッドでまあ死んでると。そうですよね。まあ、夜に付属するとこれが人気のいないという役になります。うん、死んだ夜っていうのはまあ凍りついたとか、はい、人気のいないという意味ですね。で、フィール・ザ・シャドウズ・ウォッチングということで、フィール、まあ、感じる。で、何を感じるかというと、シャドウズ、まあ、影が見てるのを感じると。影が見てる。そう。おだからちょっとまあ、怖いですよね。そうですね。影に見られてるとか、影につけられてるようなものを何か感じてること、うん、でも人気がないということですね。うん、そして。
うん、はい、で僕変なところで切りましたね。そのオンザシティストリートっていうことなので、うん、街の通りの中で、うんうんうん、影が見てるのを見てる、影に見られてるのを感じるってことですね。そうそうっていうことですね、うん、なので、まあ、人気がない街のその通りの中でそれを感じてると、うん、で Hear the voices、 まあ、Hear the 声を聞くっていうことですね、うん、でコーリングって呼んでる声を聞く、うん、左右、まあ、右左ね、左右からの、呼んでる声を聞く、うん、で For just a little relief っていうことで、その4以下のために、うん、Just a little relief、 このリリーフっていうのは安心するとかホッとするっていう意味があります。 なのでちょっとそのホッとするために、少しの安心をねするために、左右のその声を聞く、まあ、要はちょっと怖いからでしょうね、人気がないところで、の街の通りで見られてる感じがするからこそ声に耳を傾けてちょっと安心して、安心したいところ、一人じゃないというかね、うん、左右の声を聞くってことですね、うん、そして、はい、はい、ということでアブデカイングリッシュの時間です。アブデカイングリッシュ、はい、また今、またかよ、なるほど、おじさんの今憂鬱な顔が見えて笑ってしまいましたけど、またかよ、いや、いい英会話教室じゃないですか。おー、またですか。始まりましたね、始まりましたね、これアブデカイングリッシュ、またここ空白になってるから、はい、皆さんも一緒に、意味をね、一緒に考えてくださいね、皆さんも、はい、本当にそう、またちょっとこれもね、簡単すぎず、まあ、難しすぎないところを、はい、ピックしたつもりなんですけど、はいはい、オールアブリッジズバーンド、The light there on the wall ってことですね、うん、さあどういう意味でしょう、どういう意味でしょうこれ、このね、一番最初の文だけが難しいかもしれないですね。ちょっと意味わかん、あなたのこれブリッジってこれ橋でしょ、そう橋ですね、あなたの橋がこうバーンだから爆発されたみたいなことじゃないですか、うん、なるほど、はいはい、ね、ちょっとこれの意味がわかんない、で The lights there on the wall、 壁のライト、ん？あなたの橋が爆発された、されてる。The lights there on the wall。壁にあるライト。ですね。その2番目の文章は合ってます。要は光がそこの壁にあると思ってるという。要はまあ、人気のない夜なので、はい、そして怖いとなると光を求めて、まあ、探すっていうところが多分あるんでしょうね。なるほど。だから2行目は、この、The light there on the wall、 光はそこの壁にある。問題はこの1行目ですね。ここはちょっと難しいんですけど、このブリッジというのは、はい、これは橋っていう意味なんですけど、要はつながってるっていう意味で、その縁とかつながりとか、なるほど、つながり、そういう意味になります。へー、でこのバンドというのは要は燃え上がってしまった、なくなっちゃったってことですか。そう、つまりこれは連語としてあるんですよね。ブリッジーズバンドっていうのが連語で、そう、連語で、要は縁が切れてる、縁が切れてる、つながりがなくなってるという状態ですね。つまり、まあ、要は、まあ、頼るところがないみたいなことでしょうね。オーレアブリッジ、あなたのすべてのそのつながりが燃え上がって、要は切れてしまった、なくなってしまった状態ということですね。で、うん、光はそこの壁にある。うん。続いて。なるほど、続いて。うん。はい。Nowhere you can turn.When the rain begins to fall ですね。雨が降り出したとき、降り出すときに、はい。Nowhere you can turn。あなたは切り替えることができるみたいな。雨が降り出すときにあなたは引き返すことができる。ああ、なるほど。惜しいな。じゃないですか、はい、ね、これはね、逆ですね、最後。要は、Nowhere っていうことですね。だから要は、雨が降り始めたら、どこにも引き返せないっていうことです。あ、引き返せないか、ノーウェアだから、そう、ノーウェア、そっかそっかそっか、否定してんだ、そう、否定してるんです。なのでどこにも行けないんだ、ま、そう、だからもうほぼ合ってました、ね、あ、くそー、欲しいな、でもやっぱ、ね、やられたな、なんかある程度は掴むんですよね、なるほど、おじさんは。皆さんどうですかね、悔しいな、これ、どこまで、はい、意訳が掴めたかですけども、いや、そう、雨が降り始めたらどこにも、もう、うん、その向き返せない、向きを変えられない、変えられないってことか。そう、これ毎回敗北感あるんですよ、このコーナー。いや、マジで、いや、敗北じゃない、ね、敗北感ありません、これ、ないない、敗北ではなくて学習だと思ってください。 あの、僕だけがただそれを味わってる ね本当にやりたい時だけやるんですよ、これ。卑怯でしょ、これ、結構。いや、これね、
楽しいんですよ。これはでもね、チャンネルの特権ですよ。そう。いや、そうなんですよ。これは、でもね、これね、役を全て考えて、つなげてっていう一生懸命やってるんですよ。やってます、やってます。その中で、ちょっといたずらしたい。いたずらしたいっていうね、これね、本当にね。多分皆さんもね、そのやってたらわかると思います。このね、シーンとリンクさせて役を考えた分を、ちょっといたずらしたいっていうね。っていうね。そう、あるわけですよ。ね、はい。ということで、じゃあサビです、次が。はい。で、このね、When the rain begins to fall のとこでもかなりこの高いキーで、うん、分かったと思います。で、この、ここのね、サビでも出てくるんで、このキーの高さがやっぱ一つの、はい、注目ですね、特徴ですね。はい。はい。ですね、Run for cover。ここで、まあ、タイトルが出てきますね。Run for cover。この Run for cover っていうのは、避難してという、意味になるわけですね。要はカバーっていうのは、まあ、何かをこう守るためとかリカバーとかも言いますけど ね, ねそのために走るとか逃げるとかっていう意味なので、うんうんうん、これ意味としてはまあ避難するとか、うんうんうん、まあ、要は身を守るところ、うんうんうん、安全のために身を守る的なところが避難するってことですね。そして When you hear the thunder ということで、これはサンダーは雷ですよ、ね、はい、つまり雷が聞こえたら避難してっていうことですね。なるほど。そしてすごい、はい、高いですよ ね, 高いね、キーがこれがねいいんですよ。なんかこう、ね、すごい切なさもありエモーショナルな感情、うん、というかその、ね、シーンがまた、ね、そうなんですよ、うん、連れ去られてしまうっていうところに、まあ、リンクしてすごい合ってる感じなんですよね、うんうんうん、で意味で言うと Bear of Stranger、うん、で Beware of っていうのが、まあ、Be careful と同じような意味ですね。気をつけてっていうことですね、はい、だからストレンジャー、まあ、見知らぬ人とか不審者に気をつけてっていう意味ですね。で、Your heart's in danger tonight. Can't you see? ってことで、うん、Your heart, 要はあなたの心は in danger、うん、危険の中にある、要は危険にさらされている、まあ、tonight ということで、うん、今夜あなたの心は危険にさらされています。で、Can't you see? っていうのが分からない、分かるでしょっていう意味ですね。なるほど。そして、はい、うん、Run for cover、避難してとか危険から逃れてっていう意味ですね。で、When you need a lover、 あなたの、まあ、愛する人が必要な時、うん、恋人が必要な時、まあ、危険から逃れて避難して、うん、そして、うんうんうん、はい、You'll discover、ディスカバーは発見するですね、はい、あなたは発見するでしょう、うん、で、I'm the one you need、うん、ということで、私がたった一人の人、うん、で、うん、The one you need、うん、ということで、うん、あなたが必要とする、うん、たった一人の人だと、うん、あなたは分かるでしょう、うん、発見するでしょう、うん、そして、run to me ということは私のところに走ってきて、走ってきてということですね。なるほど。だからここの最後の部分がロマンティックなんですよ。確かに。このYou'll discover, I'm the one you need. まあ、この the one っていうのはいろんな表現があるんですよね。うん、運命の人っていうのも the one, the one って表現をするんですよね。唯一無二って感じですかね。そう、唯一無二。うん、で、あなたが必要する、必要とする唯一無二の人間だよ、私はっていうことを言ってるわけです。そこにつながってるんだ。そう。うん、だからここがなんか、高戸裕二のヒーロー感というか、うん、高戸裕二が守ってくれるというかね、なんかそんなようにも聞こえるし、はいはい、歌詞的にはそのね、ラバーっていうことは恋人とか愛する人っていうところで、うん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 、あなたが必要とするたった一人の人、唯一無二の人、運命の人みたいなロマンティックなね、確かに表現がされてるんですよね、うんうん、でそれにこの人の、うん、合ってますよね、うんうん、この声が合ってますね。この人ちょっとそのご紹介を遅れたんですけど、ダンマリー・ムーレっていう方なんです。ダンマリー・ムーレ、はい、で画像で検索するとあのめちゃくちゃ出てくるんで、これどれがその人みたいな感じでちょっと特定はできてないんですけど、はい、はい、この方の、なるほど、このね、高い高音の、ね、キーがたまらないんです。ちょっと胸を締め付けられるような、確かに、うん、シーン的にもね、うん、トライケージがね、はい、連れ去られてしまうというところで、もう素敵なね楽曲ですね、はいはい、リターンズやっぱ曲いいんですよね。なるほど。2番じゃ行きましょう。はい。
はい、ということでシェルターっていうのは、まあ、避難所とか防空壕とかね、そういう意味もあると思います、うんうんうん、避難所ということで誰かがいくつかあるそのシェルター、避難所をあなたに与えるだろうと、うん、つまりこのゼラ・サムっていうのは誰かというかどなたかがっていう意味ですね。なるほど、まあ、サムワンみたいなその略ですね。なので誰かがあなたに避難所を与えるだろうと。避難所を与える、はいはい、はいはい、そしてその次の文章がスローユアソウルアウェイということで、これ直訳するとスローアウェイってまあ投げ捨てるっていうことですね。で、ユアソウル、あなたのまあ魂をっていうことで、はい、あなたの魂を捨てなさいっていうことで、これは僕ちょっと意味がなかなかつながらなかったんですけど、要は避難所を与えるだろうっていう、その時にそのまあ変なプライドを捨てなさいみたいなことなのかなと。なるほど、まあ、そうすることでしかちょっとねつながらなかったんですよね。なるほど、まあ、変なプライドを捨てなさいっていう意味かなと。なるほど、そしてうん、はい、で、アザーワンズっていうのはその他のもの、要は避難所を与えてくれた人たちじゃない別の人たちですね、うん、その他の人たちは、うん、Who would take their pleasure、 まあ、うん、喜ぶだろう、うん、要はまあその避難所にいてそこにいてくれることを喜ぶだろう、はい、しかし But never promise to stay ということで、しかし決して Promise to stay ということはあの、うんうんうん、そこにとどまることを約束しないと、ね、約束しないっていうことですね。避難所があったとしても、まあ、そこにとどまるわけにはいかないというか、とどまることは約束しないっていうことですね。うん、難しいな。そう、難しいんですよ。トラブルインザウィンド、まあ、風のトラブルですね、はい、で Who knows which way it will blow、うん、ということで、うん、まあ、どっちの方向に風がね吹いていくか、まあ、誰が知ってるかということですね、はい、誰が知ってるだろうか。そして、はい、When the storm begins、うん、まあ、嵐が始まる時、ベターキープということで、まあ、ベターというのは何々した方がいいということですね。キープヨーヘッダウンロー、頭を低く保つ方がいいということですね。この辺をね、そのちょっとつながりがなかなか難しい感じですよね。はい、うん、で、この後はまあサビ。なるほど、なので先ほどの、役はね、ちょっと割愛しますけども、はい、ここ の, その2番はなかなかつながりがないけども、うんうんうん、まあ、簡単に言うとその避難所にとどまることは約束しないということは、とどまってはいられない状況なのかなと。なるほど、だけど、まあ、ランフォーカバーという通り、そのまあトラブル、うん、嵐が来たら、うん、まあ、避難しろと、プラス、まあ、頭を低く保つということも、まあ、いわゆる危険から逃れてということですよね。だから、まあ、総じて、まあ、解釈をすると、はい、危険から逃れてほしい、うん、逃れてほしいという。で、まあ、その時に、あなたは自分がね、あなたが必要とする人だと、まあ、分かるだろう、はい、だから走ってきてみたいな、うんうんうん、歌詞になってると。なるほど、いうことですね。うん、だからこれは本当にそのシーンとのやっぱリンクがすごいあります、はいはい、なるほど、人質となってる頭取がいたり、はいはいはい、トライというね、はいはい、で刑事が捕まっちゃうっていうところで、ユージがこう、まあ、ランニングショットの代わりにかかるぐらいの、あ、はい、まあ、ランニングショットは別でかかりますけど、それぐらいの、その、まあ、避難をして、まあ、逃げてくれという、うんうんうん、そういうメッセージ性がある、でそこで、まあ、ユージのランニングアクションがなるほどあるというところで、うん、やっぱりね、一つはこの方のこのキーですね、はい、キーがすごく、まあ、高いですよね、うん、高い、高いし響き渡るような、なんか緊迫感が出てきますね。そう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 、緊迫感があるし、でもなんかこうエモーショナルな感じと、うん、ちょっとこうロマンティックさも入ったような、確かに、うん、というのがこの高取氏の活躍にね相まって、また二人が色気があり、うん、はい、ダンディでセクシーな、そうですね、その活躍を見れるという、なるほど、これがまあランフォーカバーなるほどという曲なんですね。いやー、いいですね。そうなので、またぜひこの役を知って上で、今フルバージョン、フルバージョンをですねお聴きください。
ということでね、はい、4カバーいかがだったでしょうか。いや、聞き応えね、ありますよね、これすごく、うん、ありますよ ね。だからこれはそのリターンズということで、はい、最も以降でもこんだけ素敵なねトラックが、実はリターンズはまだまだ他にもあるんですけど、あるんですね。僕が好きな曲がこのランフォーカバーともう一曲ね、あるんですね。僕の個人的にはそのリターンズはね、楽曲が、はいはい、この女性のそのね、まあ、緊迫感があったり、このキーが高い響き渡る感じと、うんうん、ちょっとロマンティックな感じがすごい好きで、うんうん、そのリターンズは実はね、楽曲は僕は結構いいなと思ってる映画なんですね。なるほど、はい、はい、ということで今回はサントラ解説&意訳ランフォーカバーについて、小石さんに、はい、アブデカイングリッシュも入れていながらやっていただきましたですね。僕はもうそこが僕の楽しみであるので、毎回これ敗北感があるいやいや、アブデカイングリッシュをやっていただきまして、はい、まあ、皆さんは楽しんでくれてると思いますし、楽しんでくださってるんでしょうか。そう、なるほど、おじさんの敗北感、敗北感とともに、やっていただきました。はい、そして、はい、次回はですね、はい、危ないデカ第26話、26話、予感、予感、こちらの回のファッションと見どころをお届けしていきますので、はい、そちらも楽しみにしていただければと思います。はい、ということでアブデカファッションチャンネルのチャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。